皆さんこんばんは。6月19日火曜日、時計の針は夕方6時を回っています。夕刊 TV 今日もスタートいたしました。キャスターは知花優です。どうぞよろしくお願いします。さて、昨日震度6クラスのこの地震に見舞われました大阪府、本日19日に入っても震度3以上の余震が複数回発生しているとのことで、依然として、気持ちが落ち着かない知り合いが、ね、いらっしゃる方も非常に心配な日々が続いているかと思います。ただもちろん向こうの心配ももちろんなんですが、我々この沖縄県もですね、いつ地震が来るか分かりません。日頃から小さい地震が発生していたり、まためったに来ないから大丈夫よというふうに思わずにですね、例えば読谷村ではこちら、このようなハザードマップがございます。地震津波ハザードマップということで、この本の中にはですね、例えば地震津波が発生した際どんな経路を使って逃げればいいのか、それから地震や津波の怖さなど、そういった情報が載せられています。どうぞこういった冊子、情報を手に入れながら、入手しながら、家族や友達と一度話し合ってみてもいいかもしれません。今日もここ地域振興センター3階からインターネットテレビ、そしてラジオでの同時放送を行ってまいります。夕刊 TV、 まずは今日のラインナップをご紹介します。今日の一番ニュース、ユンタンじゃ出番ですよ、株式会社ウエカツ水産の上田勝彦さん。夕刊読みラジ、残波岬憩いの広場に新しいお店オープン。 FM 読みたんインフォメーション、外国人向けのサービス案内、この他の話題もお届けしていきます。それでは参りましょう。今日の一番ニュース、今日の一番ニュースはユンタンじゃ出番ですよ、株式会社ウエカツ水産の上田勝彦さんご登場の回をお届けいたします。こちら6月13日水曜日に放送されましたユンタンじゃ出番ですよということで、我々の生活から切っても切り離せないこのお魚のお話、一体どんな話が展開されるんでしょうか。 VTR スタート。今日はまた珍しいお話を伺うことになります。本当に今日聞いた人はラッキーじゃないかなと、また沖縄が本当に宝の島であるということを改めて痛感させられるようなお話になるんじゃないかと思いますけどもね。そしてまた、これからの時代に必要な、情報を皆様にお届けできるかと思います。今日のゲスト早速ご紹介しましょう。この方でございます。どうもはじめまして、皆さんこんにちは、上田と申します。よろしくお願いいたします。上田さん、はい。上田さんといってもね、ラジオ聞いている人は、誰なんだろうと分からんですよね。この声からして、何からしてっていうのはネットを見てる人からするとね、このおっちゃんみたいな感じだと思うんですけども、はい、上田さん、今お召しいただいたところからまずはご紹介していきたいと思いますが、株式会社ウエカツ水産ということで、そうですね、水産関係の事業、ウエカツ水産っていうと、どんな魚扱ってるんですかって聞かれるんですけど、そう僕は魚を持たない魚や。でその上に魚伝えて国を起こすって書いてあるでしょ。書いてます、書いてます。これ何かというと、要は魚関係、取るところから売るところ、ね、料理するところ、食べるところまで、でそれに関係、魚に関係する皆さんのお役に立とうというよろず相談会社なんです。面白いところ。じゃあなんかこう卸屋さんとかそういうわけでもないわけだ。そうですね、だから卸屋さんも僕のお客さんといいますか、お客さんという。じゃあ魚を取ってくれる人たちも相談に来たり、相談に来たりと。そう。例えばどういう相談。例えば沖縄で言うと、八重山ね、石垣の八重山漁協の、あのマグロの締め方講習とか、あとこの本島でもやったんですよ。何年か前まで何回か来て、ずっと教えていって、じゃあ読谷村の方でも。読谷はですね、富谷漁協で一度3年前にやりましたね。本当ですか。はい、あらまあ嬉しいですね。何、締め方っていう魚の。そうなんですよ、この締め方講習っていうされて。そうです、全国回ってるわけですか。別にそれが仕事なんじゃないですよ。それだけ仕事の中の一部がそういうことで、名刺の裏にはね、もう5つか6つぐらいね、メニューが書いてある。そうですね、名刺いただきました。はい、全部読めると暇がないからそう、いや結構なお仕事の範囲なんですね。だからよろず相談なんですね。よろず相談としか言いようがない。北から南まで全般。はい、でも北から南までっていろんな魚、いろいろ違う。そうですね、魚も違えば、漁の仕方とか人の気質も違うし、気質も違う、確かに。そうですね、で今の締め方なんですけれども、あれは沖縄習慣的に、普通に氷で冷やしてくるっていう、そうですね、昔は氷も打たなかったっていう時代がありましたけども、今
せっかくの沖縄の魚がね、もう少しいい扱いをしてあげると、断然こう脚光を浴びてくる、輝いてくる。だって沖縄品質的にも素晴らしいし、味的にも素晴らしい。沖縄の魚って美味しくないとかなんかよく、でみんな内地の人はね、観光に来て言うわけ。それで、あ、沖縄の魚なんてあの色がいろいろでね、どぎつくて、あの全然脂もなくて美味しくないって。いや、うん、脂あるから美味しいという先入観があるわけですから。あ、なるほど。うん、あ、そうか。確かに。だから南方の魚っていうのは種類がものすごく多いんです。うん、おで、あのあるものは脂のあるものもありますけども、うんうん、脂がないところにもものすごく個性が光るんですね。へえ、うん。そこを知らないで、そうそうそう、先入観ままで本土の魚と同じようなイメージで来るからなんだね。そうです。それでまた、うん、従来型の刺身は切ったら刺身っていうことでしょ。うん、はいはいはい、あと揚げ物、マース煮がありますよね。うん、そうあります。あと何がありますかね。煮つけ、煮つけってあんま醤油で昔は煮つけないでしょ。あ、そうか、最近なのかな、うん、最近ですね。うん、あといくらもないんですよ。だ蒸し物と焼き物ってあんまりないわけです。あ、ないないない。焼き物って言ったらサンマ焼いてたりそれは内地の魚ですよね。確かに確かに、うん、だからそうか、揚げ物多いな。そのつまり、うん、その魚の個性っていうのを伝えるための料理も少ないし、うん、それからそれを生かしてくれる人も少ない。あ、なるほど。でまたその料理に耐えるようなちゃんとした扱いをしていい状態で魚を運んでくれる人も少ないという、うんうん、大変もったいない状態にあると思うんです。なるほどね、うん、じゃあそもそもの沖縄のその近海の魚の素材を知らないで料理してる人たちが多いという、ええ、そういう場合もある。なるでももちろん優秀な料理人さんたちもね、うん、おられるわけなんですけども、うんうんうん、ただやはり口を揃えというのは、うん、沖縄のできれば地の魚を例えば大阪で修行してね、はい、で優秀な技術を身につけて沖縄に来て開業しました、うんうん、飲食店をね、うん、で沖縄の地の魚使いたいんだけども、はい、扱いがこういう感じだとどうしても、うんうん、福岡から輸送してしまうとかっていう話はよく聞きますよね。沖縄の魚だけではできなくなっちゃう、うん、でもそういう人にね、うん、もしうん、ちゃんとした内地並みのとは呼びませんけども、うんうんうん、ちゃんと処理された魚があったら、うん、それ使いたいですかって言うと、もちろん使いたいという需要はあるわけですよ。さあということで、沖縄はこの海に囲まれた島では欠かせない漁業、お魚の話をお届けしました。もっと詳しく聞きたいという方はぜひともユーストリームの YouTube ご覧になってください。以上今日の一番ニュースお届けしました。ゆかん TV、琉球新報先読みニュース。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。それでは皆さんに明日の地方面から記事をお伝えしていきます。まずは与那国島からの話題です。与那国町が初勝利、北海道剣淵町と対戦。5月30日に実施されたチャレンジデー2018で3度目の参加となった与那国町が初勝利を収めました。与那国町は北海道の剣淵町と対戦。人口3168人の剣淵町が参加率 45.5% だったのに対し、人口1711人の与那国町は983人が参加し、参加率 57.5% で勝利を収めました。チャレンジデーは人口規模がほぼ同じ自治体間で午前0時から午後9時の間に継続して15分以上身体活動や運動をした住民の参加率を競います。与那国町はこの日午前6時半から防災無線で与那国方言によるラジオ体操の曲を流し町民への参加を呼びかけました。午前8時半には役場前広場で開会セレモニーを開き、役場の閣下対抗による大縄跳びを実施。さまざまな運動に取り組んだ学童、ルナン児童クラブも児童たちが大縄跳びに挑戦しました。初勝利に与那国町長寿福祉課の前浜さんは、取り組みが町民に周知されてきたと思う。これからも町民の皆さんと共に健康増進を図りたいと語りました。対戦相手の北海道剣淵町には道の駅絵本の里剣淵があることから、両町で互いの絵本の贈呈も行われました。与那国町長寿福祉課の原さんは、昨年対戦した自治体から特産品をいただき、与那国町からも贈りました。
こういう交流の方法もあると思い、今回はお互いの町の絵本の交換を思いつきましたと語ります。与那国町からは、平和って素敵だね、与那国のマヤーゴアと与那国語言葉遊び絵本クイーンダシアンビンダンギの3冊を贈呈しました。剣淵町からは、ムーニャと星の種、餅の野球チームファイターズが贈られました。ドゥナン児童クラブでは、オーナー跳びの後、町内出身の山口さんによるムーニャと星の種の読み聞かせも行われたそうです。この、県外との交流の仕方、非常にユニークで素敵だと思います。またこの地元とですね、ライバル視して戦うことによって、体を動かす習慣も身につきますし、何よりこうやって交流するきっかけにもなるというのは非常に素敵なことですよね。またこの与那国町と剣淵町との交流が今後も続いていくといいですね。続いては名護市からの話題です。結成20周年を祝い、防災へ決意を新たに。1997年に結成された名護市女性防火クラブが結成20周年を迎えました。記念式典祝賀会が8日名護市民会館で開かれ、会員ら40人が出席し、防災意識向上の思いを新たにしました。名護市女性防火クラブは40代から70代の女性65人で構成され、防火訓練への参加や防災意識の向上などに取り組んでいます。式典で古源会長は、東日本大震災では早期避難や地域住民の協力の重要性が注目されました、訓練で培ったことを発揮できるようにしていきたいと述べました。戸口名護市長は、すべての自然災害を防ぐことはできないが、被害の軽減は可能だ。市民が安心して暮らせる街づくりへの協力をお願いしたいと挨拶しました。非常にタイムリーな話題かと思います。一人一人がこうやって防災への意識を高めることで、多くの命が救われると思います。今回のことをきっかけに、また読谷村、そしてですね、沖縄県でもこの防災についての意識、取り組んでいきたいですね。この他にも様々な記事掲載されておりますので、明日の地方面をお楽しみに。以上でした。琉球新報先読みニュース、このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうかん TV、 いやささゆうかん読みラジ、今回お届けする話題はこちらです。海カフェ辰の落とし子、こちらをご紹介します。このカフェ、残波岬にあるということなんですが、一体どんなお店なんでしょうか。はじめちゃんこと山内はじめさんのリポートでお届けします。それでは早速 VTR スタート。読谷なんでも調査団、はじめちゃんでございます。本日私はですね、読谷村の、ね、残波岬憩いの広場に新しくできたカフェにお邪魔しております。お隣、このお店のプロデュースをした方来ていただいております。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、秋尾由美子です。よろしくお願いします。はい、秋尾由美子さんね、はい、来ていただいて、こちら、新しくできたカフェ、はい、お名前から教えていただけますか。はい、辰の落とし子という名前のカフェです。辰の落とし子、これなんかネーミングの意味っていう由来っていうのは。ネーミングの意味はですね、ある時ふっと降りてきたっていうところと、あと私沖縄に移住して20年ぐらいになるんですけど、はい、最初から沖縄の地図を私は逆さまに見てたんですね。皆さんちょっとやってみてください。逆さまに見ると辰の落とし子の形をしてるんですよ。沖縄本島が、本島が、はい、なので、それと、あとはやっぱり竜とか辰って、私たちってなんかこう神秘的な神のような鬼神として捉えてますよね。でその神から落とされた一つ一つの命って、結局私たち一人一人人間ではないかっていうところで、つまり辰の落とし子の一人一人がここのカフェに来て、またリフレッシュして笑顔で日常生活に帰っていく、生まれ変わる場所になればいいなって思いで、そのネーミングをつけました。辰の落とし子、深いネーミングがね、由来があったということでございますが、この辰の落とし子さんね、何月にオープンされたんでしょうか。5月の1日にオープンいたしました。はい、でお店の、コンセプト、こだわりなど教えてください。はい、もう本当にこだわりましたのが、海の絵本だけを200冊以上集めたというところです。
海の絵本、はい、海の絵本のみです。これも日本だけではなくて、フランスとイタリアからも取り寄せております。というより買い付けにも行きました。あ、では、まあ、うん、外国のものの絵本は、はい、秋尾さんの方で買い付けた。はい、パリまで34年ぶりの大雪の中、吹雪の中を街中歩き回って絵本探してきました。はい、で絵本はまあ200冊ぐらいあるということで、うん、まあ、日本のものももちろんある、うん、ありますね。日本のものがでも100冊ちょっとありますので、半分以上はまあ外国の。半分以上まではいかないんですけど、そうですね、半分、うん、そうですね、はい、微妙なところで、はい、ということで、お子さんとか、まあね、うん、外国人の方も結構来られるんじゃないですか。そうですね、やっぱり残波岬という土地柄、観光のお客様は外国の方もとっても多いですし、あと私たちのカフェがとっても自負しているのが、小さな子どもさん、はい、つまり赤ちゃん、若いご夫婦、おじいおば、3世代でこのカフェですっごく楽しんでいただいている光景をよく見るんですね、はい、でなかなか今カフェブームでいっぱいカフェはあるんですけど、親子3世代で数時間にわたって楽しめるカフェってそうないんじゃないのかなという、そこも私たちのちょっと自慢できるところです、はいはい、というわけでございます。でまたね、カフェということですので、ね、メニューもどういったものがあるかっていうのを、ね、教えていただき、メニューはどういったものがあるんでしょう、うん、メニューはコーヒーはライオンコーヒーにこだわっています。はい、ハワイのコーヒーでして、フレーバーがとっても豊かなので、月替わりでフレーバーを提供したり、あとはビーガンティーといって聞いたことあります？ちょっとあまり私も今回初めて知ったんですけど、オーガニックとかを超える、はるかに超える安全性と品質の高いティーを30フレーバーご準備しておりますので、お客様にはその時の気分で香りを嗅いでいただいて、本当に好きなものを楽しんでいただけるっていうティーと、あとはもうスイーツはもうこだわりにこだわった材料で、一つ一つもう丁寧に丁寧にハンドメイドで焼き上げたマドレーヌやクッキーをなどなど準備してます、はい、というわけでね、まあまあ、こうティーの中で種類でも、まあ、30種類あるということですので、まあ、毎日飲んでもね飽きませんのでね、ですよね、毎日飲んでください。ね、毎日飲んでも、ね、飽きないということで、地元の、ね、方も、ね、ぜひ、ね、お越しいただきたいなというふうに思います。さあ、ということでお届けしました、こちら朝10時から午後6時まで開いているということで、しかも定休日が今のところないそうです。今日は残念ながらも閉まっているんですけれども、今週の、まあ、お休みなんか足を運んでみてもいいかもしれませんね。以上、今日の夕刊読みラジお届けしました。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時より紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしていきます。明日もお楽しみに。夕刊 TV FM 読谷インフォメーション、今日の情報はこちらです。 au ショップ読谷から外国人向けのサービス案内のお知らせです。さあ、国道58号沿い読谷高校近くにありますこちらの au ショップ読谷さん、今回は外国人向けのサービスのお知らせとなっています。それでは VTR スタート。 Hello everyone, I'm Naruto from 読谷 au store。皆さんこんにちは、 au ショップ読谷店より砂川と。 Hello everyone, I'm Yuka from au ショップ読谷。皆さんこんにちは、 au ショップ読谷店比嘉と申します。 au ショップ読谷店では英語対応も行っております。受付内容といたしまして、ホームインターネット機種変更、内容変更となっております。新規での契約も行っていますが、条件によっては異なるので、ショップに来てご相談お願いいたします。はい、ここ読谷村周辺地区では外国人の方もたくさんお住まいかと思います。外国人の、旦那様もしくは奥様、ご移住の方いらっしゃいましたら、日本での契約ってちょっといろいろ不安もあるかと思いますので、読谷店に連れて来ていただければ僕らが英語でサポートします。 I think Japanese contract is very different from overseas one andIt's very difficult to understand. So about that, please do not worry. We can help you in English. We can help the English-Japanese contract. Do you see the black flag will be there? Yeah, we are looking forward to seeing you at the store. See you. Bye. Bye. 流暢な英語も交えてのお知らせをお届けいたしました。もしもね、お友達とか周りにこの携帯関係で困っている外国人の方いらっしゃいましたら、ぜひとも教えてあげてください。以上、FM 読谷インフォメーションでした。夕刊 TV!
続いてはとことんよみとんしっとこよみたん最初の話題です。第53回よみたん村総合体育夏季大会剣道と男子ハンドボールの結果お伝えいたします。まずは6月17日日曜日古源中学校重剣道場で行われました剣道の結果お伝えします。優勝は時志大京の皆さんでした。おめでとうございます。続いて準優勝は瀬那覇大京、3位は木那大京の皆さんとなりました。さあ続いての競技は男子ハンドボールです。こちらは古源中学校体育館で17日日曜日に行われました。優勝したのは祖部大京の皆さん。続いて準優勝は木那大京、そして3位は時志大京と義摩大京の同率3位となりました。おめでとうございます。どうぞこの後の試合も頑張ってください。続いてはこちら、水道管敷設工事についてのお知らせです。水道管敷設替え工事について県道6号線こちら読谷村並平地内におきまして6月15日から来年平成31年の1月31日まで水道管敷設替え工事を行うことになっています。続いてこちら、こちらは排水管敷設工事、地区は長浜、大湾、比謝橋地内となっています。期間は6月15日から今年の12月28日までの間となっています。どちらも工事期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、皆様へのご理解とご協力よろしくお願いいたします。また工事の進捗状況によっては工事期間が変更となる場合もございますのでご了承ください。以上でした。このコーナーでは皆さんからのメール、動画、取材依頼などを募集しています。宛先はすべて小文字で FM 数字の786アットマーク FM 読みたん .co.jp 以上、とことん読みとんしっとこ読みたんでした。ゆーかん TV お届けしておりますゆーかん TV、 続いては読みたん交通情報です。それでは国道58号レオンカメラから見た道路の様子皆様にお伝えいたします。まずはレオンカメラから見た南向け嘉手納方面大湾交差点向けの車の流れです。こちら現在車の台数増えてきていますね。赤信号の列でしょうか、大湾交差点からシナジースクエアモスバーガー店付近まで、車の列ができております。左車線の方がやや混み具合が大きいかなといったような印象を受けます。どうぞですね、皆さん車線変更の際もですね急に行いますと危ないので、しっかりとウインカーを入れて方向指示器出しまして、車線変更をお願いいたします。続いてレオンカメラから見る北向けイラミナ・キナ方面ニューラッキーランドリー向けの車の流れ、こちら車の台数増えてきております。今のところ渋滞の心配はなさそうですが、右車線がやや混雑してきているかなといった印象を受けます。この道右車線は大安シティに曲がる車で混み合うことがよくありますので、恩納村向けあるいは読谷村内に帰るという皆さんはですね左車線を走行することをお勧めいたします。またこの後日も暮れ視界も悪くなってきます。スピードを出さず前との車の車間距離を保ちながら安全運転を心がけてくださいね。続いてラジオでは次の時間にも交通情報をお伝えしています。平日の朝7時30分からと夕方の5時45分からお届けしています。以上読谷交通情報でした。ゆーかん TV みんなのお天気希望、このコーナーでは皆さんが希望する明日の天気を紹介していきます。今回登場されるのは一体どんな人なんでしょうか、そしてどんな理由でどんな天気を希望してくださるのか、 VTR スタート。はい、こんばんは、こんばんは、ノーライフラインです。はい、ノーライフライン、はい、明日の天気明日の天気ですけど、うん、どんな天気がいい、どんな理由を、そうですね、リーさんから。あ、私から、はい、私は雨がいいですね。理由は、理由ですか、やっぱり一番気になるのは貯水率だと思うので、やっぱそこですよね。あ、断水っていうのは一番危ないですか一番はい、もう言うことはあるじゃない。さあ、MST、 はい、うん、僕も希望としては雨ですね、明日は。あ、はい、いいですね、はい、なぜ、僕明日休みなんで。ああ、休みなのに雨
前が降るといいの。いやいや、ちょっと今滑ったんで、もう雨してから最後僕は最後僕です、僕はですね、これ明日僕たちの音楽発売なんで、この音楽が、雨のように降るといいなって思ってます。あ、いいですね。最後まとめましたね、もうさすが全員雨という結果っていうのは、ね、全員雨という感じですけども、まあそんな感じ、そんな感じで明日これ発売あります。発売あります、はい、よろしくお願いします。初 EP、 全国にあるんで、通販もやってるんで、もし気になったらチェックしてください。お願いします。さあ、全員が雨がいいという結果いただきましたけれども、昨日の民放のニュースでしたでしょうか、ダムの貯水率が 20%、 20ポイントを回復しまして、無事 60% 程度にまた回復しているというようなお話も出ておりました。ただまだね、ちょっとそれだけでは今後の観光客の皆さんが来られるシーズンも心配ですので、ぜひともまた雨がね、いただきたいと思います。続いては天気予報です。それでは本日の天気概況から皆様にお伝えしていきます。沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波が高いですので、海上や海岸付近では20日にかけて高波に注意をしてください。続いて中南部の天気です。南の風やや強く曇り、夜遅く晴れ、波は 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴うと予想されています。続いて今夜から明日の朝にかけての天気です。今夜は曇りのち晴れ、明日の朝は晴れのち曇りとなっています。最後に今現在出ている警報注意報です。現在波浪注意報が出されていますのでご注意ください。以上、天気予報でした。ゆうかん TV。 さあ、お届けしてまいりましたゆうかん TV。大阪の方でもですね、地震余震が引き続き続いているようです。まあ、沖縄だから大丈夫とは思わずにですね、今一度家族や友達、好きな人と一緒にですね、この避難の際どうすればいいのか、そういったお話してみてください。さあ、お届けしてまいりましたゆうかん TV、 明日もまたこの時間にお会いしましょう。それでは皆さん、また明日。プレゼンティドバイウィンズ池原建設。同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。7.67 に帯びた繋がるこの気持ち、僕らのレディオよ響いて、晴れの日にも別れの時にも、いつもこの音が聞こえたら笑顔になれるのだから。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せる